めっちゃ景色いい。いいとこ。え、高所ダメですか？え、あんまり高所だとちょっと。あ、軽く恐怖症？軽く恐怖症。あ、いやそうなんですね。でもジェットコースターとかは好き。微妙に。微妙。あ、まじまじと見るのダメな感じですか？まじまじとは、え、見れます？僕全然平気です。全然大丈夫ですよ。全然真下見ますよ。え、すごい。東京タワーの、はいはいはい、下、あ、ガラス、ガラス、ガラス、あれ上建てます？建て、た、いや建てます、それは。建てます？うん。ちょっと怪しい。いや怪しい。え、なんか信頼してれば建てます。え？信頼度があれば建てます。信頼度。信頼度があれば。施設に対する。施設に対する。施設に対、え、だって施設に対する信頼じゃないと無理じゃないですか。全然全然全然違う。全然大丈夫ですよ。いけます？全然大丈夫ですよ。全然平気ですよ。え、本当？全然平気ですよ。本当？はい。本当に大丈夫な人だった。全然マシと見えますよ。うん、はい。じゃあ、どうぞ。怖いですね。無理無理、あ、無理。これは、あ、無理ですか？これは無理かもしれない。あ、これ無理なんですね。いや、あ、怖いですね。あ、怖いんだ。隣見えちゃいますね、ここ。あ、ほんと、じゃあここは気をつけないといけません。あ、でもあっち勝手にしまってる。あっち勝手にしまってる。え、スカイツリーのあれからここ見えたりしますかね、望遠鏡。あ、確かに、あの、なんかあれありますよね、あの、覗く、うん、覗くやつ。じゃあ、見せつけてやりましょう。やだよ、やだよ。写真撮られますよ。いいじゃないですか、いつも撮られてるんだから。確かに敵ですね、見るのめっちゃおしゃれ。に波の日とか何するんですか？休みの日は何やってるかな。休みにしかできない。ありますよ。あるんだ。休みにしかできないことですか。まあ、髪切りに行ったりとか、まあ、そういう系。うん、病院だの歯医者だのなんだの行ったりとか。さっきガチャの話ばっかりしてたからゲームやるのかと思った。ふざけて言ってるだけですよ。そうなんですか。お、ゲーセン。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。え、ゲーセン行きます？あ、昔は行ってました。でっかいパッケーキ。パッケーキ。キウイ、でっかいキウイ。でっかいキウイ。取れますかね。あ、やりたいですか。はい、はい、見てみますか。あ、ペンギンいた、ペンギンいた。あ、いたいたいた。あ、結構アーム強い。こっち向いちゃった。結構アーム強かったですね。アーム強いですか、ね、え、これどこ狙えばいいですか。まあ、まっすぐ持ち上げられないと思うんで、だいたい転がしますよね。うん、中心をもうちょっとど真ん中より若干こうすれば持ち上げるときにこっちに転がるじゃないですか。今ここで OK。 もうちょい奥、もうちょい奥、ここアームの位置によるんですよね。や、まあ、とりあえずやってみます。ほら、あー惜しい。そのデブ、あ、でもこういう系でか微妙に落ちますね。 おデブちゃん持ち上がる。こっからはダイジェストでお送りいたします。いやあ、声だけ出演。ああ、すごいすごいすごい。ああ。どうだ。ああ、来い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 。やったー。
ちょっとでちょうど、ちょうど、3回分で。やったやったやった。収穫だ。取れたあ、ちゃんと君ポーズしてもらって。取れました。これが赤いのでしょ。いや、楽しかったですね。久しぶりに小池やったな。
づいたら気づいたら寝てそうどう思います？夏かもって家庭的に行けば家庭的に行けば行ってかないめちゃくちゃ今言ってました行ってかない行くんだったらこういう人がいいんですよ。尊敬できる人がいいです。ん何か何でもいいんですけど、別に毎日会いたいわけでもないし、毎日連絡を取りたいわけでもないし、おはようもお休みもいらないタイプですかね。代わりとさっぱりなんか一人行ったら楽しいサウナ行ったり、それこそなんかなんだろう、今日を選げるっていうか、なんかちょっとした贅沢、自分では贅沢だなって思うご飯作ったり、サウナ行ったり、なんかエステとかボディメイクとかそういうのしたりとか、なんかあと友達となんか遊んだりとか、そういうのが楽しい。意外とですか。大人ですよ。いい大人ですよ。ビールだって飲めちゃう。どうですか今日デートしてみました。楽しかったです。俺はお前にしてイマイチでしたね。あ、分かった。じゃあどうでした。いや、まあまあまあ。今のふうに言ったら言わなきゃいけないみたいな振りだなんだって嫌いね。私すごい人見知りだから、最初なんか多分目が合わさなかったと思うんです。そうでしたもん。人見知り感なかった。喋れる人見知りです。何ですか。いや、撮っとこうと思ってなんだよもうピザを食ってるお客さんは。なんだよ、ピザつけるぞ光線的になるから ピッツァ食ってください。そうね。カメラ向けられると光線的になるんですか。光線的になりますよ。この仕事向いてないね。急に向けられるとそうなっちゃいますよ。シャーってなる。向いてないってやっぱ本当に向いてなくて。え？そうですか？あのこう写真を脱いだ状態で写真を撮るじゃないですか。あ、はいはい。すみません。撮ってた時は普通に笑ってるんですけど、脱いだ瞬間にうんって顔するらしい。何撮ってんのっていう顔するらしいです。だから本当に向いてないかもしれない。いや、そんなことないですよ。でも楽しいから作ってる。うん、上手だなと思います。自分を出すのが上手。なんか上手いことやろうと思って、なんかこうコピーみたいになっちゃうこともよくあると思うんですけど、徳井さんはそういうのないですよね。デビューからデビュー作でしょ？はい。2作品目でドラマの妹の彼氏で撮っちゃったってやつで、一周年で今でしょ。はいはいはい、はい、だからなんだろう、それを全部同じ監督さんに撮ってもらってるから、はいはいはい、私はその監督さんが撮る作品が好きだから、はいはい、だからかもしれないです。コピーにならないとか。ああ、あの人見知りってさっき言ったじゃないですか。はいはいはい、はい、だから人見知りしない寂しい。だからなんだろう、5作品目だから2周年になるから、同じ人だから人見知りしないし、自分が出てるっていうのはそういうことだと思う、うん、そうっすね、はい、みんな基本いい子ばっかりだから、うん、一日仕事してれば全然コミュニケーションちゃんと取ってくれます。今あれで、はい、あの某番組の音楽流しといてください。某番組ってなんすか。某番組ってなんすか。某番組ちゃんと言っといた方がいいですよ。某番組の誰だったらちょっと ピー入れてくれるから大丈夫ですよ。あの博士太郎の
なもの。勝てたのか、ダメかな。大丈夫だよ、ダメだったら、ちょっと編集してくれるから。ここ、切られてるから。マジで見られてると食べれない。いや、難しい。全然そんな、あの、気にしないでもらって。全然、全然気にしない。気にしないでもらって、ほら、はい、まずこれ蹴って、はい、爪かわいい爪かわいい。とりあえずご飯食べたらまたホテル戻りましょうかね。っ何ですか、嫌ですですか、バイバイですか、どっちですか。ホテル戻りましょうか。戻りましょうか。戻りましょうか。じゃあまたゆっくりご飯食べましょう。はい、はい。